じゃあ呼んでみましょうかね。はい、呼びましょう。元ね、プロ野球選手の、はい、増渕達義さん、はい、お願いします。でもさ、プロ入って、まあ、高校の時なんか、まあ、小遣いとかそういうので、まあ、ちょこちょこコンビニでっていうような生活じゃない、はい、でプロ入ったらお金がボソッと入ってくるじゃない、はい、遊んだ。いや僕お酒とか飲まないので全然遊ばなかった。そうなの。全然じゃあ豊さん違います。いやちょっと待ってちょっと待ってちょっと酒飲むだけが遊びじゃない。あ、まあ、まあ、確かにそうですね、はい。休みの日とか何されてるんですか。いやもう買い物とか本当にチームメイトでご飯とかそういうぐらいです。そうなんですか。そうなんです。彼女いなかったんです。いた時もあります。当時いた時もあります。その時はどうだろう。狂った。いや狂わないです。そう、はい、真面目に付き合う。真面目に付き合う。まあ真面目がね、人によって基準が違うからわかんないけど、はい、で2年目は 2年目ですか。あ、成績ですか。一応その開幕ローテーション。あ、ちょっと待って、1年目はどういう成績で。1年目は1勝1敗で終わりました。途中で肩怪我したんで。ああ、どういうことですか。ちょっとルーズショルダー的な感じだったので。で、2年目2年目は、開幕ローテーションあの入らせていただいて、最終的にはもう3勝3敗で終わりました。それなんで。なんでって言ったらおかしい。やっぱ僕の力不足ももちろんありますし。何試合投げたの。十何試合、12試合ぐらいだと思う。じゃあ半分ぐらいしか投げてないって、ね。はい、ローテーションピッチャー。はい、納得いかない。納得いかないですね。何が納得いかない。やっぱりこうコントロールとか意識するようになってしまって。2年目からも。あ、もうその時からもう、はい、あ、ボールいかないなとか思い出した。はい、でやっぱりこう自分との戦いみたいになってしまって、あの普通だったらこうプロとアプローの選手なのでこうバッターと勝負するんですけど、やっぱ自分との戦いになってしまって、もうその時点で負けじゃないですか。それは今になってから話す。そうですね。当時はどういう考えだったの。もうそれしか頭になかった。もうそれしか頭になかったです。で3年目。3年目は、シーズン入る前にバッターが練習中にバッターが打った打球が僕顎に当たりまして、うわ、骨折して。誰が。ちょっとね。それいつ頃。いやもうほんと開幕寸前です、うわー。もうその年もローテーションだったでしょ。いやギリギリ選ばれた、はいはい、でもうほぼ手術も2回して体重も11キロも減って。あごで、はい、あの固定するの食べれないんです。はい、それでもう1年間あんまり思うようになる。体重11キロ。11キロ。俺に殴ってもらおうかな。ここ殴ったじゃあもうフラフラの状態だった。そうですね、筋力も落ちて、力が。4年目は。4年目は、ある程度体重も戻って中継ぎになったんですね、うん、で一応4年目はトータルで57試合になりました。投げた。まだ130試合だと思うでしょ。そうですね、確かそれぐらい。え、それでどうだったの成績は。成績は最初ロングリリーフから入って、うん、で、まあ、ビハインドで一応最後の方ちょっと勝利の方程式じゃないですけど7回任されて、はい、緊張感あるよね。緊張感あります。先発と中継ぎだとどうだ。自分の性格からするとどっちが。中継ぎですか。やっぱ合う。はい、おー、そうなんですね。神経質で。そうなんですけど逆にこう1イニングなので、うん、あ、そこに集中できる。はい、球、はい、いってねーなーとか、もうそんなことを気にしてらんない。そうです。逆にずっと調子いいっていうのはなかなかないと思うんです。調子悪くても抑えれちゃうところもあるので、やっぱこう1イニングだったらこうなんとか抑えれんじゃないかっていう、こう自分の中に自信が出てくる。それでどん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 いけるよ。やっぱ自信って大きいよね。大きいです。最初自信のないところから入ってるからね、はい、で圧倒されて、はい、で自信持ったらなんか勝てたり。そうですね、はい、なんか悪循環が良くなったと思ったら悪循環だった。はい、絶えないな。で、その時20ホールドぐらいして、おお、はい、1勝3敗ぐらいで防御率2点台ぐらい。
じゃあ給料上がった？給料上がりました。そんないや、遊んでないです。いやー、遊んでしょうよ。そろそろ遊びましょう。どちらの方？そうですね、こう僕はどちらかというとこうみんなで大勢でこう美味しいもの食べるみたいな。あー、焼き肉。まあ大勢の中でも男だけじゃつまんないじゃないですか。いや、もうほぼ男だけですよ。別に変な趣味があるわけじゃない？あ、ないです。いや、ちょっと今流行ってるわけ、なんか流行ってる、集団なんか、そう、球界でもなんかちょっとポロッと出てきたりとか、あーそれ、増えてんのかなと思う。あ、なるほどなるほど。そういうわけじゃない？あ、ないです。プロの現役時代に結婚しようなんて思わなかった？はい、思えなかったです。まあ、彼女はいたわけで、はい、だけどもうやることやってないしっていうような感じだった。そうです。なんか責任感あるね。そうですね。野球の中でもっとこうバーンって活躍できればちょっと踏ん切りがついたかもしれないですけど、中途半端だった。これ誰と仲良かった？吉典です。ああ、吉典は1個下。1個下です。同じようなタイプ取ったね。ヤクルトも。まっすぐ速くて、はい、投げ方も結構似てる感じじゃない？そうですね、結構似てた感じですね。ねえ、2人で語り合った思い出ってある？いやー、もうほぼ毎日語り合ってました。やっぱ2人ともドラフト1位でさ、ものすごい期待されてるわけだよね。そういう2人がさ、集まって話すことって何だったの？やっぱ野球のこと？野球のことがほとんどですね。僕も吉野もフォアボールから崩れることが多かった。まあ、自滅型だよね。自滅型だったので、まあ、本当それをこうどう克服するかとか、このバッターはやっぱインコースもっと攻めないとダメだとか、そういう。でもさ、1年経ってさ、コントロールだと言われて球がいかなくなったなっていうふうなことがあったわけで、はい、自分が1年先輩だから経験してるわけで、はい、それを吉野に伝えた。伝えました。いや、お前は腕振った方がいいよ。もう本当どん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 こう真っすぐで、まっすぐで入ってきてるので、それで変化球でかわすとかじゃなくて、まっすぐでどんどん攻めて、まっすぐ打たれ始めたら、そこで初めて変化球とかいろいろ組み立てた方がいいんじゃないかっていう話をしました。それをアドバイスしたんだ。はい、自分のやっぱ失敗談を言う方が相手は聞くよね。はい、そうです。成功例は、はい、いや、お前と一緒のことやってたらお前抜けないじゃないかみたいな、そんな感じだったな。いい先輩だったんだね。そうですね、人間性もね、うん、素晴らしいです。もうちょっと遊んだらよかったな。そうですね。そしたらなんかこう、はい、いや、これなんでかというと、真面目な人ってさ、こう入っていきすぎるんだよね。うん、抜けるところがないから、だからもう少し幅を広げてちょっと遊びとか覚えて、いや、もうしょうがない、もう こんなお前抑えなかったらちょっともう今日も遊び食べるみたいな、なんかこう、言葉は悪いよ、なんかこう性格的な勢いを出してくれるような、まあ、先輩だとか、そういうのがいたらちょっと変わったかなって思うけどね、性格的に。無理やりでもちょっと酒飲めって次の休みだったらね。で、そういうふうにこう、なんていうの、まだ本当にどっちでも変われた感じだもんね。はい、まあ、でもよく言われましたね。あ、そう、もっと遊んだ方がいい。なんかその入った当時にヤクルトにこの羽振りのいい先輩みたいな、豊さんみたいな先輩ってなかったんですか？いやー、もうみんな羽振りのいい、本当にいい先輩でした。結構こう、遊びがうまい。いや、でもね、先輩としても怖いところがあるんだよ。やっぱこの人格をこう変えていいんだろうかっていう。いや、真面目っていうのはさ、責められないことだよ。不真面目なやつをさ、真面目にするっていうのはさ、あの、善意があるけどさ、真面目なやつをさ、少し崩すっていうのは悪意があるんだよ、なんか。だからそこでやっぱりヤクルトっていい先輩がたくさんいるんだと思うよ。ああ、そうですね。そうだな、横浜くらいよかったな。いや、横浜とか行ったらもう佐々木とかにこう預け、ちょっと預けるからなって言ったら、もう本当にあのいい遊びを教えてくれた。いいこう気持ちの向き方とかね。だからこう思い詰める方が、ほぼ毎日話したっていうのが、吉野に。すごい。期待されて。同じようなまっすぐの死体のピッチャーで、はい、ジャイアンツの坂本に同級生なんですけど、そうですよね、当時、お前は真面目すぎるって言われて、へぇ、まあ、遊んだ方がいいって言われました。遊ぶっていうのも多分いろんな種類あると思うんですけど、難しいっすよね、まあ、いや、だからその遊びっていうのはさ、単純にさ、まあ、ユニフォーム着てるとさ、女遊びだとかどうのこうのって言うけどさ、いや、これは飯食うために遊ぶんだ、
でも言葉はあるよね、遊ぶというか、ね、はい、勉強だよね、社会勉強、社会勉強していろんな見方が変わってくるから、そうです、ね、やっぱ高校から入ってさ、すぐよう見ても分かんない、でもそれ経験して遊んでいって分かることがたくさんあって、それを自分の力にできるかどうかだよね。そうですね、いろんな人に会うっていう、そういうことですね。そう、はい、で話を聞いてみる、うん、はい、で今だったらできる。そうですね。大丈夫ですか。かわいいですね。最近ね、埃っぽいとこ、うわあ。そのLINE スタンプ作りましょう。第2弾。ね